こっちゃったかしです。はい、今日も元気にいきましょうぜ。はい、来ました、ウォーズ2回目でございます。いきましょう。はい、今回こちらの、ジョズとエースの青葉でいきたいと思います。さっきね、あのドフラミンゴミホークの、ザンパレ行ってね、まあ、クリアできたんで、結構そっちの方が余裕だったんですけど、まあ、あのミホークマックスじゃないよって方とか、まあ、ドフラミンゴ持ってないよって方のために、ちょっとねこれでどんぐらいターンが稼げるのかと、まあ、青葉でもいけるのかってことでね、ちょっとやってみたいと思います。いきましょうか。はい、オーズ大暴れ、オッケーです。はい、オッケーです。出発します。オッケー、はい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 。いや、もう、てか、あのね、まだすね痛いっす。超痛いんだ。まあ、やっとさっきチートもあったから。行きましょうか。はい。で、一応、まあ、僕のミホークはマックスなんですけど、じゃあ、例えばエースが24ターンだから、まあ、24ターン貯めれるかどうか基準でちょっとやってみようか。まあ、ミホークのレベルがそのくらいでもいけるのかどうかってことでね、ちょっとやりたいと思います。行きましょうか。そうですね、まあ普通にこの辺は何も問題なくいけば問題ないでしょう。何も問題なくいけば問題ないでしょう。当たり前でしょう。わけわかんない。気管入っちゃったよ、もう。変なこと言ってるから気管入っちゃったよ。ちょっと待って、すごいメールが来る。何何、トゥルルンじゃないよ。トゥルルンはいいから、ちょっと待って。で、2面ですね。2面ですね。何を言っている私。わけわかんない。で、まあこのモリアをギリギリまで、で亀でちょっとターンを稼いでみようか。なので、まあ、こうしてみる。これで倒せないかな。倒せなかったらもう一発ぐらい。危ない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 。これ倒せないと結構なんかヤバそうなイメージがある。ちょっとわかんないけど。結構何回かねこのパーティーで行って、なんかさっきねギリギリお、いけるなと思ったんだけど、最後削りすぎちゃってひさささ食らっちゃうっていう。ちょっとミスったから、多分ねミスなくいけば多分このパーティーの方向いけるます多分。で、結構もういろんなパーティーいけるっぽいですね。今までのマスターよかはそこまで言うほど、まあ難しくはないかなってか印象は受けました。今回ね。多分みんなもそうかな。うん。今までよかね。うん。まあそれなりに言ったら、始めたばっかりの人はやっぱさすがに難しいと思うけど。多分今までやってきた人からしたら、まあそんなでもないのかなって気はするけどね。はい、そんな感じで。で、もうこのターンだけで、この面だけでだって、もう結構稼げたよね。9ターンぐらい稼げたでしょ。多分、ね、全然余裕だよね、多分。はい。はい、OK です。さあ、で、一面でもうだって10ターン稼いだからね。さあ行きましょう。てかね、ペローナが出てくると大変らしい。俺まだ1回も出てきてないんだよね。なんか大変ですって教えてもらって、あ、マジでみたいな。ちょっとね、まだ出会ってないからわかんないけど、ペローナ結構苦戦するらしい。うん、行きましょう。頼むから出ないでくれ、ペローナ。お願い。ギリギリか ?OK、いいよ。いいです、いいです。で、このまたカニさんで貯めましょう。貯めれるので、カニさんで貯めさせていただいて、で、要はエースが24ターンだったから、あれ読んだよね、26だったわ、そっちだ。そこ大事だろ。まあ、ちょっと動画巻き戻してみてください。ちょっとすぐ忘れるから、そういうの。で、まあ、20何ターン貯めれればもう問題ないでしょうってことですよ。だってもうミホークスキームだったらもう貯まるからね。うん、はいはいはい。で、まあこう倒しようかな。倒さない、倒して、大丈夫大丈夫、感知しなかった。で、まあここでカニさんで貯めつつ、まあエース貯まるべ。24ぐらいの、必殺技レベルがあれば溜まるってことでね。どうしようかな。お肉は念のため取っときたいんで、こうしよう。ジョズの方が攻撃力低いです、僕まだ。うん。あ、お肉、そういう出てきちゃう、いっぱい。お肉いっぱい出てきちゃう。まあ、いいか、まあ、いいか、まあ、いいか。で、お肉両方取ろう。オッケー。両方取るといいか。こんな感じかな。はい。オッケー。はいはい、そんでから。はい、3面でございます。3面でございます。はい、この2人。あー、一旦、両方行った。倒しきれるかな。やべえかも。あー、ギリギリ、危ねえ危ねえ。できるだけ食らいたくないね、やっぱり。はい、ここ4面。あ、フォスフォスやろうね。フォスフォスジョーラータイツやろう。なんでジョーラーにタイツなんだよこいつ。いつもホノバックすごいよ、ファッションがね。で、ここ結構しんどいよな。まあ、いや、行くか。倒せるかな。行きます。うわ、一発が食らっちゃうね。あ、やばい、ね、やばい、二発食らっちゃう。できれば嫌だ、できれば嫌だ。やばい、マジか。結構しんどい、この6000は結構しんどいな、マジか。まあしょうがないね、もう食らっちまったもん、食らっちまったから。いけるかな。うわ、マジか、これやばいです。これやばい。結構きついかもしれない、この戦い。
スロット変えても意味ないんで変えません。もういいや、まあ、ちょんって。そうだね、変えられちゃうから、オーズで。はい、今24ターン溜まったね。いったしで、必殺技、先生攻撃やってくれんのか。あ、やってくるか。だから25ターンは多分溜めれる。うん、一応ね、まぁ、ちょっと出てくるキャラにもよるけど、まぁ、25ぐらいは多分溜めれるので、ミオクのレベルが、まぁ、必殺技レベル結構あって、25ターンぐらいだったら溜めれます。とりあえず行こうか。じゃあ、ミオクさん使います。はい、お願いします。はい。これ勝てっかな、ちょっと勝てねえ気がするな。さっき食らいすぎちゃった。はい、で、ウソップの遅延が、あのね、この3ターン、防御が終わってから、一発食らってから3ターンやるといいらしいので、とりあえずここ普通にエース打っちゃおうか。はい、お願いします。で、角とひなの必殺技は、まあ、タイミング見計らってやります。いきましょうか、普通に攻撃で。はい、いきます。あ、やばい、何でやばいやばいやばい、ちょっとやばめかもしれませんね、これは。非常にこれちょっと非常にやばめかもしれません、ね、これやばいかもしれない。まあ一発一万食らうでしょ。うわー、2発耐えれないか。ちょっと待って、やべえなこれ、結構やばい。見せまくってる見せまくってるよ。これやばいかもしれませんね、だいぶね。わあ、どうしようかな。スロットここで使っちゃおうか。とりあえずウソップさん打ちます。はい、エースが揃ってるから、エースが揃ってる時に使った方がいいと思うので使います。角とひな使います。はい、山風で、まあ、2倍になって、まあ、お肉もあるからね。で、ひなさんで、はい、お願いします。ちょっともったいない気もするけども、うん、エースにかけよう、エースにかけよう。最後一番攻撃力があるんで、いきます。結果なー、ちょっとわかんない、ちょっと際どい気がする。もう要はあと5ターン倒しきんないともう負けなんで倒します。お肉もいいや。オッケー。あと4ターンあれば多分いけるはず、多分いけるはず。いきます。お肉も意味ないから取んない。いけそうだね、なんとかいけそう、なんとかいけそう。いきます。なんかチキりまくチキりまくりだろう。どうしたんだい、どうしたんだい、すごいチキりまくってる。なんで、ね、行けました、行けました。あー、危ねえ。危ねえ。まあ、そんな感じですよ。まあ、要は多分、ミホーク多分25ぐらいは多分貯めれるのかな。うん。で、一応、まあ、このパーティーでも行けましたってことで。で、ウソップは3ターンの後、使った方がいいってことで。やりました。お、上手、ありがてえ、この上手、ありがたい。よし。はい、オーズマスター、そんな感じでございました。2回目ね。多分結構いろんなパーティーでいけるっぽいです、今回は。うん。で、あのね、10体倒すと称号もらえるらしいよ。ちょっと俺もなんかよくわかんないんだけど、友達が言ってた。10体倒すと称号もらえるらしいから、まぁ、10体を多分倒した方がいいかも。うん。はい、そんな感じでございました。今日の動画見ていただきありがとうございました。はい、またいろんな動画上げていくので、また見てください。はい、それじゃあ、バイバイ、たかしでした。また見てね、バイバイ。明日も頑張っていきましょう。バイバイ。はい、でですね、明日の2月1日、2月1日日曜日の夜10時からツイキャスやりますので、ゲラゲラしましょう。ちょっとね、言い忘れてました。お願いします。みんな来て、ゲラゲラしよう。じゃあねー。